ここで一つですね、皆さん、問題が発生しました。はい、今日ね、お昼はね、すごい晴れてたんですけども、ちょっとこう、曇天になってきましたね。実はね、天気予報、明日雨です。はい、しかも 100% なので、まあまあ、間違いなく明日雨降るんだろうなと思うんですけれども、まあ、やっぱりあれですね、なんかこの四国のお天気はすごい移り変わりがね、すごいなと、思います。します、じゃあ。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。ちょっとじゃあ後ろに荷物置かしてもらっていいですかね。いいですよ。あれですか、ツイッターなんかでずっと。あ、そうですそうです。ツイッターフォローさせていただいて。ああ、ありがとうございます。あれですか、ほんまに、あ、本当にこいつ一人で行ってんだみたいな。いや、そう思いますよね、本当にね。あ、本当にやってるみたいな。スタッフさんとか誰かおられるんだろうなと思ったら、本当に一人。あ、はい、本当に一人なんです。それ他の方もおっしゃってて、はい、でその絶対スタッフさんいるだろうなと思ってたから、はい、2人の、ね、人をずっと探してたけどいなくてって、あ、で4日間なんか車でぐるぐるしてたって。あ、そうなんですか。そうそうそう、いや、さすがにこのルートは死ぬだろうなと思って、はい、いや、まあでもね、もうほら室戸岬もずっと歩いてきたし、すごいですね、歩くことに関してはね結構大丈夫になってきましたね。ただね、今膝がやられてます。あ、でちょっと両方サポーターつけてるんですけども、あ、まあちょっと楽かなみたいな。本当ですか。はい、皆さん、雨が降り出しました。よかった、車に乗ってて。まあそらカッパ来てね、別に行けば行けんことないですけどね。いや、なんかすごいタイミングですね。ありがとうございます。いえいえ、何もですね。うわ、これは危ない。ですね、はい、本当にこの辺の宿が全滅で、はい、全滅で、はい、なんとかちょっと探していただいて、いえいえいえ、皆さん宿が見つかりました。見つかりました。よかったです。ありがとうございます。本当に、いえいえ、弘法大師じゃないかなって僕は今疑ってるところですね。本当にありがとうございます。では今なんと車で大宝寺まで。ありがとう。でも途中雨ね、降りましたもんね。そうですね、雨降りました、ね、よかったよかった。よかったです。あ、まあでもね、本当にね、僕今膝がやられてて非常に助かってます。でなんかね、僕思ったんですけど、はいはい、そのまあ今日もね、この車で送ってもらってるじゃないですか、はい、これがね楽しいんですよ。そうなんですか。楽しい。だからほら、今日もなんか、いや実は階段好きでとかおっしゃってくれてるじゃないですか、はいはいはい、でこの話って結局、いや僕歩きなんでって断ってたらないんですよ。はあはあはあ、ですよね、はあ、確かに、確かに。でこれって縁なんですよね、はい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 、って考えたら、いや僕はやっぱ断らない派ですね。ほんで、すいませんね、なんかすごい一緒に歩かされてますけど。大丈夫ですか、革靴。いや、全然大丈夫。これ汚さないようにしてくださいね、本当に。磨いたらいいだけなので。あ、わかりました。全然大丈夫ですよ。こんな道なんか気になるぐらい歩く予定だったと思ったら、はい、ああ。そうですよ、本当に。まあでもね、やっぱりこう、もう僕歩き慣れてるんで、はい、今もそうなんですけど、はい、息上がるでしょ、はい、僕ね全然上がってないんですよ。すごい。いや、これはだやっぱり最初僕めっちゃ息上がってました、はい、あ、そうなんですか、うん、でももうこの20何日目になってくると、はい、もうあんまり普通になってきて、やっぱ体が作られてるんでしょうね。あ、すごい、うん、あ、これが、うわー、すごい、すごいですね。え、めちゃくちゃ大きい山門っすね。うわー、すごい、わらじがでかい。わあ、すごい。うわあ、失礼します。44番、大宝寺さんです。44だからもう半分ですね。半分です。わあ、ありがとうございます。すごいな、これ。へえ。なかなかの大きさですよ、これ今まで。あ、はい、44箇所目ですけど。うん、すごいすごい。本堂がこっちですね。はい、はい、こちら大宝寺の本堂でございます。いや、すごいな。あっちが大聖堂ですね。はいはい、なるほど。すごい綺麗なお寺さんですね。見下ろすとこんな感じです。おお。これ僕お遍路で今まで泊まった中で一番なんか豪華ですよ、これ。え？すごいとこやな。あ、ここや。
ここですね。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。よっしゃ、じゃあちょっと荷物取って、はい、じゃあありがとうございます、本当に。何もです。はい、どうも皆さん、ゲタです。はい、で、ですね、今、お風呂入りました。はい、すごくさっぱりしてですね、もう気分爽快っていう感じなんですけれども、ですね、ここで一つですね、皆さん、問題が発生しました。はい。何かというと、あのね、ゲタくん、明らかに右膝を痛めてます。はい。確信しました。さっきね、お風呂入ってですね、で、まあ、出たんですよ。出た時にね、いたたたたっていうふうにね、なりましたね。で、まあね、この民宿でね、その大きい鏡とかあったんですよね。で、それでね、その自分の歩いてる姿をちょっと見たんですよ。明らかに右足、引きずってるなっていうのはね、わかりました。はい。自分ではですね、あんまりそんな風に、こう、自然に歩いてるつもりなんですけれども、もう完全に、右足を僕、引きずって歩いておりました。はい。で、確かによくよく考えれば、今日はですね、まあ、行程としてはね、20キロくらいの行程で、まあ、予定を組んでたんですよ。まあ、ちょっとね、いつも大体30キロくらいで考えるんですけれども、まあ、その20キロはちょっと減らしてって思ってたんですが、朝ね、結構街の案内というかね、街をちょっと見学みたいなことをしておりましてですね、結局ね、あれ3時間ぐらいずっとやってたんですよ。で、3時間って歩いてるとですね、だいたい10キロくらいなんですよね。で、まあ、当然ね、まあ街の案内ですから、立ち止まったりとか、まあ、歩いてない時間ももちろんありますけれども、でも、やっぱりそれなりの時間ずっとこう足を使ってたんですよね、そういえばね。で、そっからですね、僕は、だいたい20キロぐらいですかね、歩いて、行ってたんですよ。ね、その案内が終わって、で、じゃあこの街さよならって言って、で、歩いていて20キロしてぐらいで、もう少しで、泊まろうとしていた、ツヤ堂に着く頃でした。で、その直前にですね、後ろから車が来てね、ゲタさんと、呼んでいただける方がいらっしゃいまして、で、どうもどうも、と。で、よかったら車、ね、一緒に乗ってくれませんかと、お接待したいですっておっしゃっていただいて、あ、そうですか、わかりました、ありがとうございますってことで、まあ、乗せていただいて、なので、最初に、泊まろうと、していたツヤ堂、で、そこの管理された方でもう一度電話してですね、あ、すみませんと、かくかくしかじかで、大丈夫になりました、本当ありがとうございました、あ、いえいえ、全然いいですよ、頑張ってね、みたいな感じで、そういう電話、報告も終わりまして、で、そこから大宝寺さんまで、車で行ってもらいました。ね。ああ、すごく、なんか急にこう距離がギュンって伸びましてね。で、大宝寺さんについて、で、本堂にね、向かうときもね、ちょっと山道なんですよ。まあ、だいたい10分、15分ぐらいですかね。で、山道行っていて。で、やっぱりね、どうもね、段差が僕やっぱり厳しいらしくてですね、やっぱ結構ね、ちょっと痛かったんですよ、ズキズキとね。で、登る時もそうだし、もうやっぱり降りる時もね、結構、ちょっとこれ膝痛いな、全然治ってないな、とか思ってたんですよ。で、それが終わって、で、そしてこの民宿にたどり着いてですね、今現在、ここにいるっていう感じなんですけれども、結構だから、今日一日、意外と足使ってるんですよね。意外と、少なくしようと思ってたんだけれども、で、そしてお車の接待いただいたんで、距離は結構ギュンって伸びてるんですけども、でも自分の足はそこそこ使ってたんですよね。で、全然、おそらく休めてなかったんでしょうね。本当にお風呂上がってですね、よし、歩こうって言って立ち上がった瞬間に、いたたたたたってなりましてですね。で、歩けるのは歩けるんですよ。はい、別に大丈夫です。で、なんですけれども、やっぱりちょっと引きずる感じで歩くようになる。で、さらになんですけどね、左も痛くなってきたんですよ、皆さん。だから、多分、右足をかばって、で、かばうような感じで歩いてるんで、左足が次来てると。これはやばいということで、ですね、今日、で、これ一泊してですね、で、次向かおうと思ってたんですけれども、明日、もう一泊します。はい。で、それでちょっと膝を休みようかなと思っておりますね。もうそれで歩けなくなったってなったら本当に大変ですから、それでちょっと、まあ別に急ぐ旅じゃないんで、ゆっくりしようかなと。で、なんですけども、明日もね、ちょっと歩きます。はい。もう歩かなくていいよ、もうそのままいないよって思うんですけど、まあでも、ちょっと歩いといた方がね、なんかいいのかなとか、もうまあ、あとちょっと暇ですしね。で、実はですね、まあ、旅館がね、こう、宿がここにありまして、その4キロ先、ね、もうすぐ近くです、4キロですが、まあ大体1時間ぐらいのところに、次の岩屋寺さんがあるんですね、お寺あります。で、そこに行こうかなと思ってます。で、そこに行っ
って、で、また4キロ戻って、その日は終わり。だから8キロですよね。下田さん、その戻ったらその4キロ無駄になるじゃんって話なんですけど、これ実はですね、この次のお寺さんはここは4キロなんですけど、じゃあその次の次のお寺さんはですね、ぐーっと戻って25キロ以上先なんですよ。そう、だから、なんでしょうね。どうせこっち行っても結局戻らないといけないと。で、これ1日で行こうとしたら、4、4、で25なんで33キロぐらいの行程になるんですよね。なので、明日はこの4キロ行って戻るところだけ、8キロだけやって、で、それで膝の様子を見て、で、そっから次25キロの、そのさらに次のお寺さんに向かうと。これで行こうかなと、ちょっと考えております。まあ、あまりにもね、本当にこう膝が、いや、ダメだなっていう感じだったらまた考えますけども、まあ、多分大丈夫じゃないかなと思います。はい。まあ、なんでしょうね。やっぱり使わなければですね、回復はしていくと思いますので、という感じで、はい。まあ、今日はね、ここでゆっくりしてて、明日ももう本当に4キロ、4キロだけの、そう、もうごくごく短い工程だけ。で、荷物も置いとけるんでね。はい。なので、もう、ものすごい軽装で、行って帰って、それだけで終了。で、ゆっくりして。で、その次の日に、25キロの工程を歩くという感じで行こうかなと思っております。はい。あのね、やっぱりですね、その、僕結構ね、まあ、その地元の方とかね、あ、お兄ちゃんとね、歩いてんのか、あ、はい、そうなんですよ、と、おー、そうか、大学生か、とか言われるんですよ。だから、なんすかね、なんか、まあ、多分、だから、おぼこいんですよ、顔が。幼いんですよね。だから、でもね、やっぱりその、まあ、若いと言われてますね。僕は37なんですよね。だから、やっぱりね、それはやっぱ、20歳とは違うなと思いましたね。で、これが、まあね、もっとその20代、まあ20代でもね、なるときはなると思いますけれども、やっぱりその、今ね、この膝が痛くなってるっていうのも、まあ、ある程度ね、やっぱりその年で、そして、僕はその37歳になるまでね、別にそんな、ウォーキング、ハイキングとは何もしてない、来なかったんでね、何もしてこなかった人間なんで、まあだからここでね、ちょっとこう、まあ痛みが出てきてるのかなというふうには思っております。はい。まあでも、そうですね、頑張りますというか、まあ頑張らないけど、なんか、ちょうどいい感じでいきます。ということで、では皆さん、今日はこれまででございます。はい、ではおやすみなさい。